道2号線沿いにあるお店、ステーキ食堂。ちょっとね、これ前から気になってたんですけども、行ってみようかなと。営業中。ランチセットが890円。ちょっと行ってみましょう。やっぱ夜は、まあ、ちょっと居酒屋さんっていうか、まあ、なんかそういう感じじゃないですか。まあ、居酒屋っていうか、まあ、お酒あっての、なんかこのステーキ 1.2 キロっていうのが気になるんですけど、もういや完食された方ってやっぱおられるんですか。もう全然ダメだったらこのままの料金を払うってことですよね。ちょっと面白いですね。結構ランチがもうあの平日だけですか。土日も、日替わりもあるんですね。もう大体あれなんですか、ランチはメニューっていうかもう決まってる感じですね。 A セット、B セット、C セット。なるほどね。すいません。ですね、このランチの A セットお願いします。あ、なんか追加で変わってできるんですか。あ、値段変わってくる。あ、じゃあ台で。はい、お願いします。あ、わかりました。もう一杯だけですかね。あ、そうですか。ありがとうございます。
YouTube っていうのはやろうぜチャンネルさんで、あ、そう、これはもうあれですか、なんかまあ来た人が面白ったら、あ、なるほど、すいません、ごちそうさまでした、待ってきますね、あ、大丈夫です、ごちそうさまでした、はい、ありがとうございました、失礼します、よしいう感じでお届けいたしました。あの柔らかいねお肉で食べやすかったですね、本当に。あので、890円でねいただけるということで、まあこれより下の700円とかありました。で雰囲気もねちょっとなんか本当にアメリカのバーみたいなね感じでゆっくりできました。で場所がねこのここですね、このバスに乗ってここまで来ることができます。ぜひ皆さん行ってみてください。ありがとうございました。今年の抱負は、今年の抱負は、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。